皆さんこんにちは、サックス奏者の鈴木優子です。今日はワンポイントレッスンをしていきます。サックスにとって結構難所の一つが、ドとレ、ドシャープとレとかこのあたりの音域すごく難しくなってきます。何が難しいかっていうと、まず音色の違いがすごくあからさまに出てきます。それからもう一つは指ですね。指使いが、シンプルな指、そして全部を一気にパッと掴まなきゃいけないので指使いも難しくなってきます。音のムラというかあからさまな音色の違いについて説明すると、物理的にですね、ドとかドシャープっていうのはね、押してるボタンが少ない。ドは一つしか押さないので、抵抗感がねないんですよね。ドシャープなんかこう開放で取ったりすることもあると思うので抵抗感がない。に対してこのレっていうのはオクターブキーも掴むし、小指以外の全部の指を押さえているので全部塞がっている、抵抗感が強くなりますので音としてはこもりやすくなります。でさっき言ったドとかドシャープっていうのは逆に開放的な音色になってきます。でこの違いっていうのを最初から自分で把握しておかないと、この音色のムラっていうのがねすごく出てきちゃいますので、まずそのムラを整える練習、それから指使いを正しくすることでここの、音域の音色がトータル的に整ってきます。で指使いもですね、一つ押している、開放しているものから一気に全部掴む、全部掴んでるとこから離すとかっていうのがね難しかったりすると思います。特にあのサックスにまだ慣れていない初心者の方などは、なんかオクターブキーを押したり離したりするのも結構大変だったりすると思うので、ここのあの操作の仕方っていうのをちょっとだけアドバイスしていきます。で人によってはこのレの音に移行するときに音が裏返る方っていうのもいらっしゃるんじゃないかと思うので、そこも裏返らなくなるような指使いをお伝えしていきたいと思います。それでは実際に練習していきます。まず音色のムラを整える練習です。オクターブキーを押したレに移る瞬間にこのレの音っていうのは抵抗感が強まるので、少し強めに息を入れるっていう風に意識します。逆にレからドに戻ってくる時っていうのは開放的な音にならないようにちょっと気をつけて吹いてみてください。ドレで強く吹く、レで強く吹いたままドに戻るときは少し優しくするような気持ちを少しだけ持ってみると音色のムラが整っていきます。ではちょっとやってみましょう。次に指使いに気をつけながら今と同じようなことを行っていきます。基本的にこうパッとね掴む時っていうのは、皆さん無意識的に掴むと下の指の方がこの上にある指よりこっちの方の指の方が先にクッと掴みやすいと思うんです。でそれをやってしまうとサックスだと裏返る原因になったり音が出にくくなってしまう原因になるので、上からキーを塞ぐっていう風に意識を変えてみてください。じゃあ今のドレっていうのをちょっと崩してドラスファミレっていう風に練習してみます。ちょっと上からキーを順番に塞ぐっていうのを意識づけるような今のが練習です。でそこから自然に、ドレっていう風になるように指を自然に戻していきます。ちょっとやってみます。
このような感じで上から順番に塞ぐっていう意識を持って指を動かすと、まず音が出にくくなるとか裏返るっていうことは確実に減ってくると思います。大体ね、皆さんのオクターブキーを押さえたり上の指を押さえる、掴むのが遅かったりするので、できるだけこの左手の上の指を先に着地させるっていうね、意識をしっかり持っておくといいかなと思います。では今のこの指使いとさっきの音のムラを考慮した上で、もう一度最後に練習を行っていきます。その難所であるドとレですね、このあたりについてのワンポイントレッスンでした。ぜひこれを参考にして独自のね練習方法などをちょっと考えていって練習してみてください。このサックスの難所であるドとレのあたりの音のムラ、指使い、このあたりが整うことでワンランクレベルがアップできるかと思いますし、全体の奏法もちょっとね良くなってくると思いますので、盲点な部分ではあったりすると思うんですが、ぜひ理解してご自身の練習につなげてみてください。ではありがとうございました。